はい、坂本です。今回は寝たきりにならないために筋トレ以外に絶対に意識しなければいけないこととその対処法を実践していきます。寝たきりにならないために大切なのは筋肉だから、筋力を落とさないためにいろいろトレーニングをする、これはこれで間違いではなく、体を動かすのはあくまでも筋肉ですから、その筋肉が発揮できる力は大きければ大きいほど力強く動けますし、体を支えることができます。さらに今はトレーニングブームで一昔前とは比べ物にならないぐらい高齢の人でも筋肉に対する意識は上がっていて、それぐらい筋肉が大切だという考えは浸透しているのかなと思います。ですが実際にこれだけ筋肉と言われて筋肉を鍛える人が増えても結局動けなくなってしまう人が後を絶たないんですね。もちろん病気とか怪我っていうのもあると思いますが、それを除いてもですね、ダメになってしまう人というのはなぜ出てくるのか、このようになってしまう原因の一つにですね、筋肉を鍛えたらそこで終わりとなってしまう人が大勢いるから、このような状態っていうのが解消されないんですね。実は筋肉は鍛えたらそこで終わりではなく、その後鍛えた筋肉をしっかり使うということが大切になってくるんですね。年齢が上がってきて筋肉を鍛えようと思う理由というのは、まず日常生活を自分一人の力でこなせる体を維持したいというのが筋トレする一番の動機になっている人が多いと思います。そこで例えば野球やってる人が筋トレする理由っていうのは、野球のパフォーマンスを上げたいっていうのが一番の理由になると思います。じゃあ全く野球やったことない人がひたすらジムで筋力を鍛え続けて野球やるのと、野球何年も何十年もやってるけど筋トレ一切したことない人が野球やるのでは、どちらが野球の成績パフォーマンスを発揮できるかというと、まず野球をずっとやってた人の方がパフォーマンスは上回ることが多いです。このようにただ筋力だけがあっても、自分がやりたい動きに対してしっかりついてこれる筋肉じゃないと、せっかく鍛えた筋肉も効率よく力を発揮することができなくなって無駄になってしまうんですね。筋肉というのは神経が動けと命令することによって動きます。苦手な作業でも繰り返すことでできるようになっていくことってあるじゃないですか。子供の頃の自転車とかもそうですよね。最初は乗れなくても繰り返すことで神経が筋肉の使い方、動かし方を学習してスムーズに乗れるようになっていく。あれは自転車乗る練習繰り返してたら筋力がついて乗れるようになってるわけではないんですね。つまりはいくら筋力を鍛えても日常生活でしっかりその筋肉を使わなければ、いつまで経っても日常生活では使い物にならない筋肉のままでやがて動けなくなっていくんですね。最初は3キロしか持てなかったダンベルが筋トレすることによって5キロ持てるようになりました、筋力ついてきましたとかって言って喜んでる人って多いですけれども、このように筋トレしてる時の効果を上げるのが最終目標の人は構わないんですが、大体の人はここで鍛えた筋肉を日常生活の動きに転換したいわけじゃないですか。つまりほとんどの人が筋トレで成果を出すためのトレーニングをしているだけであって、日常生活で成果を出すための行動をしていないということが筋トレどれだけ頑張っても結局ダメになってしまう理由なんですね。なので鍛えるのなら、その鍛えた筋肉をしっかりやりたい行動で使っていく、ここをセットで考えられるようになると体はすごくいい状態になっていきます。鍛えた筋肉も無駄にならないです。なのでですね、そういったことをしっかり分かってもらった上で、日常でしっかり筋肉を使う方法と使えるようにしていくトレーニングを実践していきましょう。はい、じゃあですね、日常でしっかり鍛えた筋肉を使っていく方法なんですけれども、筋肉をしっかり使うっていうのはどういうことかというと、鍛えた筋肉を全く関節をですねしっかり動かして生活するということです。つまりは太ももの筋肉を鍛えるのであれば、太ももの筋肉は股関節と膝ですね、ここがしっかり動くことによってこの筋肉が動くので、しっかり股関節と膝を動かす。ふくらはぎを鍛えたんだったら膝と足首ですね、ここが動くことによってふくらはぎの筋肉も動くので、しっかりこういったところを日常生活で動かしていくということが大切になります。まあ、ここだけ聞くと難しく聞こえるかもしれないですけれども、要はですね、しっかりこの先も自分の足で動けるようにするためには、股関節、膝、足首をですね、日常生活で自分が昔ですね動かしていた頃のようにしっかり動かしましょうということです。どんどん歩けなくなってきたなと思った人がですね、歩けるようになろうと、こうやって足を鍛える、鍛えて、じゃあいざ日常生活はっていうと、前と同じようにここの筋肉をできるだけ使わないように歩く、それとかですね、しっかり足腰を鍛えて、いざ立ち上がるときはぐっと力強く立ち上がれるようにしようと思って必死になって鍛えて、いざですねしゃがんで立つときはですね、こういう風にしゃがんだり、こういう風にゆっくり物持って立ち上がったりするとかですね、自分の筋肉を使わない、日常で使わないでトレーニングで
だけ頑張っても一生使えるようにならないです。こんなことをやっているとただトレーニングで故障してしまうリスクだけを背負う最悪な結果しか招かないので、しっかりですね関節を動かしてください。そうなった時に日常で関節を動かすってなったらですね、だいたいしゃがんで立つ時か歩く時、年齢が上がってくれば上がってくるほどほぼこの動きに限定されてくると思います。なのでですね、まずですねこの2つぐらいはできるだけにですから若かった頃の自分の動きに近づけていくようにしてほしいんですね。若い時にこんな歩き方をしてこんな風にしゃがんでなかったじゃないですか。少しでいいですから今日から意識を変えて、ちょっとずつでもいいですから歩幅を少しでも広くして歩こうとする意識です。まずは意識から始めてください。ここを持つようにしてほしいんですね。でしゃがんで立つですね、いきなりしゃがんで立つを前と同じようにやるのが難しいんだったら、まずは椅子ぐらいでいいです。椅子に座るときぐらいはせめてですね、トンと座ってできるだけ関節を大きく使ってグッと立つ、こんな風に固めてこういう風に座ってこんな風に立とうとしないっていうことです。でこれができるようになったら次はですね椅子とか持ってもらってもいいですから、このようにですねスッとしゃがんでスッと立つ、関節を大きく使えば筋肉もしっかり使われます。ここでやってほしいことは日常で筋肉を鍛えるんじゃなくて鍛えた筋肉を使うということです。関節が大きく動かないと筋肉は伸び縮みしないんで使われないので、この2つでいいですから日々意識して少しずつ少しずつできるようにしていってください。ということでですね、じゃあ今からその関節をですね大きく動かせるためのですねトレーニングっていうのをやっていきたいと思います。はい、じゃあまず最初はですね軽くこのように膝を曲げてもらってですね、で膝のお皿の上にですね手を置いてもらって、この状態ですねこういう風にですね膝を横に動かしていきます。これでここら辺の関節を動かしていきます。立ってやるのがしんどい人は座ってこういう風に動かしてもらっても構わないです。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じように動かしていきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、できるだけ足を開いてもらって、このようにですね、太ももの上あたりにですね、手を置いてもらって、上半身を前に倒して起こしてくる。で、ここ周りですね、関節周りの前後の動きをしっかり出していきます。これも立ってやるのがしんどい人は座ってこういう状態でできるだけ足を開いてやってもらうでも構わないです。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。スピードは別に速くなくてもいいですからね、自分のペース守ってやってください。ここをですね、しっかり意識して動かしていきましょう。股関節です。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにもう30秒いきましょう。はい、じゃあ次はですね、どっちか片一方の足を少し前に出してもらって、で次はですね、この状態ですね、足の甲をですね、できるだけ床に近づけていく。そして戻す。これを30秒2セットですね。これもしんどい人は座ってこの状態でこういう風に動かしてもらっても構わないです。じゃあ今から行きましょう。できるだけですね、足の甲を床に近づけていく。まあ、行ける範囲でいいですけど。
い、OK です。はい、じゃあ次反対ですね。同じように30秒いきましょう。はい、OK です。はい、では今回の動画を参考にして、これからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。